アナと雪の女王に関してなんであんなにヒットしてるんですかって問い合わせが結構あってさ、うちのフリックスのお誕生会って言って8月生まれのメンバーがバーッと集まるお誕生会っていうのがあって、やっぱそれが話題になったんだよ。で一人がアナと雪の女王とマニは共通点があると思うんですって言って熱く語るんだけども、その共通点全然ピンとこなくって、まあそれはいいやと思ってみんなで話したんだ。その時になんであれはあんなにヒットしたんだろうっていう話が出たんだ。アナと雪の女王なんであんなヒットしたんだろうねって言ってたら、そしたらメンバーの一人が嫁さんが帰ってきて言うんですけどっていうことで、なんか嫁さんの意見ね、メンバーの嫁さんの意見なんだけど、それがね僕すごく面白かったんだけども、アナと雪の女王があんなにヒットした、つまりヒットしたこと自体はピクサーの新作だし、あと歌が素晴らしいじゃん。もう本当に歌だけで2000円分って言われるぐらいだから、もう本当あの値段はあの歌で取り返してるんだよね。じゃあなんでそこまでヒットしたのかっていうのに対して、女の人のねある感覚をつかんだって話してたんで、そのある感覚というのは何かっていうと、女の人って男が思ってるよりずっと社会的生物なんで、社会的生物で気を使って生きてると。でアナと雪の女王でレリゴーレリゴーのところあるじゃん、あそこはアナのお姉さんの、エリザだっけ、名前忘れた、お姉さんの方の魔法を使える方が自分の傷ついた心っていうので、こんなに私は辛かったっていうのを告白しながら、こんなに心が傷ついたっていうのを叫びながら、氷の城を作っていくシーンだけどさ、あそこでやっぱ感動すると。その感動の理由は、女の人がああいうふうに自分が傷ついたっていうのをカミングアウトするとき、自分の本音っていうのを白状するときっていうのは絶対に他の誰かを傷ついてしまう。つまりあなたにこんなこと言われて私は傷ついたとかさ、私本当にこんなに辛かったって言ったら、聞いてる人を多かれ少なかれへこませることになるし、誰かを悪者にすることになってしまう。女の人っていうのは社会的生物だから、自分のカミングアウトとか魂のカミングアウトがやっぱ誰かを傷つけてしまうことにすごいストレスがあると。でもエルザの雪の中で言ってるのは、でも私はそういうところから解放されたって言って、本音をさらけ出して、もうだから誰にも会いたくないのみたいな、すごいネガティブなことを言ってるんだけど、誰も聞こえないところで言ってると。でそうやっておまけに絵としては綺麗なものがどん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 お城が組み上がっていくっていうふうなことで、育児するストレスが涙とともに溶けていくっていう表現してたんだけどもそういう感動の仕方なんだって。それってね、男にはあんま分かんないよね。カミングアウトというか、自分がこんなに辛かったっていうのって、確かにこれまでのハリウッド映画でもそういうことを言うシーンっていうのは必ず聞く人がいたり、いわゆるセラピーみたいなもんで、その車座になってこうバーっていう風なやつあるじゃん。だからその意味ではね、なんか巨大なセラピー映画でもあるんだよな。うまくセラピーされて治る前に一回自分の城に閉じこもるって段階を通らざるを得ないんだけど、そこの部分をうまく見せてるので、だからみんな、あ、分かる分かると、自分も何か変なところがあったら周りから言われるって、あんなことを言ってみたい、まあ、私も誰にももう会いたくないって言って心を閉ざしたい時があるって思えるからこそ、ものすごく感動するんだっていう、そこら辺はね、あんまり男にはないセンスで、ああなるほどなんで、それでそのアナと雪の女王のヒットの秘密って、実は女性客のリピーターが多いからっていうの、これはまあ数字で現れてたんだけども、そこら辺あるんだよなと思って、俺はあるんだよなって言っても、それはただ単にメンバーの一人の奥さんが言ってただけなんだけども、もう以後それを俺の中では定説としますというふうに納得しました。